こんにちは。今回はですね、こういうふうな、アソートというものを、買いまして、2週間ぐらい前新車で買ったんですね。でアソートっていうのは、まあ、トミカ、プレミアムを意識したり、あるいは、シクという車があるんですが、まあ、シクもね、トミカプレミアムとかトミカリミテッドヴィンテージが出てきた時の、まあ、師匠というか、そういった位置付けの車でして、まあ、それを参考に入ったのが出てきたんですが、それをさらにホットウィールとか、最近マジュレットのブレーシング化しようみたいなのが出してきたんですが、アソートみたいな感じでね。で結構これ作りが非常にいいですね。本当に昔の、ホットウィールと比べて作りが良くなりました。昔のホットウィールってのはね、本当変な車ばっかりでね、あまり日本人にあまり受けないような変な車ばっかり、エンジンむき出しの車とかわけわかんない車ばっかり作ってたんですが、まあ、最近のはこういう実車に向けたやつを作ったりとか、作り込みなんかも非常にこう奇抜な、昔は奇抜なやつが多かったんですが、最近はこういう非常にリアルな敵になってきて、そういうところが非常にいいなっていう感じですね。後ろのこの部分とか、基本的に車種1台しか買わないんだけど、まあ、このデザインなんかはいいなと思って買ったんですね。でこういうふうに非常にこう内装もよくできてるし、こういったところあたりがね、でホワイトがまたいいですね。だこんな感じで良くて、絵もこんな感じで非常に良い絵なので、まあ、これだったらこんな感じ風にするんだったら、例えば三菱のスタリオンって車がありますが、まあ、スタリオンってちょっと名前がね、名前がちょっとピンクっぽい名前なので、それであんまり売れなかったんですけど、まあ、あのスタリオンがですね、デザイン性は非常にかっこいい車なので、やっぱりスタリオンをこういう風なカスタムした車っていうのは、ホットウィールで出せばいいのになと思うんですよね。そうすれば瞬く間に売れるんじゃないかと思うんですが、まあ、こういった車っていうのはね、もうそれこそもう、まあ、ある意味80年代90年代の兄ちゃんたちがちょっとやらかしてしまいまして、まあ、当時はその何て言うのか、まずはね、今こんだけ86の人気がすごい上がって、値段がすごい高くなるっていうのを思いもしなかったんでしょうね。でもう当時はほら、車なんて大量に生産されて大量に消費されてた時代だったから、まあドリフトとかにね、使われて、でホンダはもちろんそんなことしちゃいけないんですよ。あの峠道行ってドリフトしたりとか、首都高バトルみたいに、その実際首都高といって競うスピードを競うとかね、そんなことしたら即逮捕ですからね。でもそういうようなことは実際にしてはいけないんだけど、世の中にはあまりにもアニメとその現実の世界というのがごちゃごちゃになる人が多くて、でそれでじゃあそういうのをじゃあ峠道ってどんどんドリフトしてやれっつって、でそういう輩がいたわけですよ、昔80年代90年代って言ってね。でその兄ちゃんが結局そういう兄ちゃんたちが結果そういうことをやらかしちゃったから、結局今の車っていうのがいい車っていうのがなくなってるわけ。なのでその時の兄ちゃんたちっていうのは浅はかすぎたから、要するに何て言うんですかね、こうまさかこういう車がすごい、ね、値上がりしてですよ、で名車ってだんだん映えて値上がりするなんて思ってもいないわけですね。で毎日こうやってドリフトしたりなんかしてるもんだから、結果的にタイヤだってものすごい勢いで減ってくるだろうし、サスペンションだってもうレース用のものをつけてたら別でしょうけども、そういう一般のようなものをつけてたりなんかしてたらば、まあサスペンションもイカ出てきてしまいますわな。だから結局足が弱くなっちゃって、結局いつぶっ壊れてもおかしくないっていうようなね、そういう車しか今中古に流れてないんですよ、この手の車ってね。だからそこの中で逆にその大事に使って乗り回してました。別に過酷なドリフトをするわけでもないし、急発進急加速をするようなことばっかりやってるわけじゃないと。でそういった車はかえって逆に珍しいぐらいで、当時のその、まあ、今の50代60代の人たちが若い時に、まあ、若いことの過ちですわね。でその時にもうどんどんドリフトしてやれっつって、スピード競ってやれっつって、それでやっちゃうお兄ちゃんがいたから、結果的にまあ車がボロボロの状態になっちゃって、でそのボロボロになった状態の車をまあ売りつけるっていうね、とんでもない時代になっちゃったわけですよ。もしその兄ちゃんたちが真面目に車を運転してたらば、多分こういう車が値上がりしてもですね、まあそれだけ見るのは
ならなかったと思うんですよ。なぜならああいうことをやるってことは法律では違法ですから、すぐもう免許停止ですからね、ああいうことやれば。だからなんていうんですかね、当時はみんなやっぱり浮かれてたからね、当時バブルとかそういったもので、だから結局ああいうふうな派手なドリフトしようが、タイヤを何回も擦ろうが、バンパーこすっちまおうが、サスペンションが取っ替えなきゃなんないんですけど、取っ替えようが別にそんな大したことねえと。何しろ当時はその改造する、同時に改造すること、カスタムすることが美徳だっていうふうに、そういう時代がありましたからね。書いてノーマルで走るなんてみっともねえなんて、そんなこと言われてた時代だったんです。ところがそれから何十年後経って今昔のあったこういう旧車がどんどん高くなっていって、でそれであった改めて思い知らせるのは、やはりノーマルの方がやっぱり一番ノーマルが一番美徳であって、でそれでそういう車の方が今価値が高くなっているという事実ですね。だから逆に今こういうふうに、誰か分かんないけど、こうカスタムした車ってのは逆に価値が下がっちゃってるっていうかね、車の耐久性の面倒がちょっと下がってきちゃってるから、まあそれがちゃんとした、例えば自動車メーカーが公認されたような、自動車メーカーがちゃんと公認してるようなあのパーツとかつけてたら話は別ですけども、ただそういうそれ以外の四世紀の部品っていうかな、そういったものをつけてたら車はまあご存じの通りに傷んでしまうかなっていうことなんですね。だから今この車を探してる若者たちには申し訳ないけども、もう実車では高くなっちゃってる。だから唯一、あ、安いなと思って飛び込んでみたら、かつてこれがドリフトしてね、かなりもうなんていうのかな、やすれたような車としか残ってないのが現実なんですよ。だからそういった過ちを犯してしまったっていうのは非常に車好きとしては残念だなってしか言わないんですが、まあ、当時はね、そういうことをやる人間が多かったんですよ。でも今の若者たちはちゃんと真面目な人が多いから、そんな夜中にドリフトしたりとか、そういう、あれはあくまでもイニシャル D とかね、湾岸ミッドナイトの世界であって、実際にあんなことしちゃいけないわけだね。で、それをちゃんと心得てるから、そんなこと しないわけですよ。で、今、下手にそんなことしようもんだったら、真ん中に、そのボコボコの道路になってて、真ん中に下手したら走って乗り込むんだったら、タイヤがすぐパンクするように仕掛けになってるんですね。で、そういう道路があるから、そんなところでドリフトなんかできないようになってるんですよ。だから、そういったことがあってね、まあ、そういった、人たちはどん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 立場が、危うくなってきていてはいるんですが、まあ、ある意味そういった車に子どもたちというのは憧れを、そういった人たちに憧れを持ってしまうかもしれないんですが、そういった人たちにあんまり憧れを抱くっていうのは、あくまでもアニメの世界だけにしといた方がいいよと、アニメとか映画とかね、余計な世話かもしれませんけども、ただそういうところに憧れを抱くのはあくまでもアニメとか映画の世界であって、実際にそれをやってる人たちの真似をしちゃいけないし、実際そういう人たちの真似をしてたら結果的に命取りになりますしね、命取りになるし、仮に命が取られなかったとしても、まあ重症なことになってしまいますからね、まあ、それこそ車椅子生活になってしまって車がもう二度と運転できないよっていうふうになってしまったりすることもありえますから、ですからまあ実際にそういうことをやってる兄ちゃんたちがいるからといって、その真似をするっていうのはあまり感心できることではないかなと思います。ただこういうふうにカスタムしたねミニカーとかこういうのが出てきたら、まあこういう世界でまあ満足していただければいいんじゃないかなと、あるいはゲームの世界とかね、そういったところで満足していただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただなかなかこういうふうな車というのは非常にかっこよくてね、いい出来になってるなっていう感じでありますね。こういうふうに作り込みもこういうふうになっていて、なかなかのこうかっこいい作り込みで、なかなかこう納得できるようなね、非常にいい作りですね。これは本当700円ぐらいなんだけど、本当ホットウィールってどんどん進化してますね。昔のやつは ね、そんなにあれでしたけども、安っぽかったんですけどね。安っぽかったというか、ある意味独特さがすごくて、変な車ばっかだったんですけど、ここ20年ぐらいですかね、経ってからは随分と進化してきてますね。
だからこれはやっぱり十分、やっぱり私から見てもやっぱりかっこいいかなっていうふうに思いますしね。これあえて多分遮光もこうやって下げてるんじゃないかなと思います。ただ実際に遮光を下げてブーッと走ってると危ないですけどね。実際に遮光を下げて走ってると、例えばこれは駐車場行った時にガリッてすってしまうとか、もう例えば道路が工事中の時に砂利水走ったりしたら、もう車が石で当たって傷んじゃうとかね、そういった可能性があるので、実際には車高を下げて走るっていうのはあまり進めることはできないんですが、まあこういうミニカーの程度だったらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。だからなかなかこういったのもいいなっていう感じで、まあ確かに車高を下げるとね、こうかっこよくこう見えるっていうか、まあそういった部分もあるんですが、まあ本来車の美徳っていうのは車高を下げるものではなくて、車高を上げるのは普通常道にするのが、それが理想的な位置だと思うんですね。でもまあこういうミニカーなんかでは実際にこう車高を下げてるっていう感じでね、こういうふうにしてるっていう感じなんですが、まあなかなかこれは非常にいいなっていうふうに、思いますね。まあ、この車の方ではないんですが、昔そのカルデラに乗ってた人がいて、でそのカルデラの乗せてもらいましたけど、カルデラはやっぱりこういうふうにちょっと車高をちょっと下げた、感じでですね、でこういうふうなカスタムしてましたね。だから多分90年代あたりかなんかの時に、誰かがこうカスタムしてたんでしょうね。で車のクラクションのホーンなんかも TRD かななんかのやつに取っ替えてありましたから、だからノーマルのホーンじゃなかったですからね。だからそういうふうにしてカスタムしてあった、こういうふうにカスタムすると確かにかっこよくは見えるなっていうふうにはありますね。ただ実際にこう車高を落として走ったりすると、まあ車検が通らない可能性が高いわけですよね。要するに車検ってのは車が安全に走るかどうかっていうのを検査するためにあるもんですから、まあそれに引っかかれば当然車検に通らないということで、そしてまあ下手したら不正改造っていうふうになっちゃいますからね。ですからまあそういうふうな、ことじゃなければいいんですけど、まあ基本的に私考えるのは、車ってのはノーマルにこそが美しいものだったから、まあ私はあんまりこういう車高を下げた車とか、こういうふうな車ってあんまり好きではないんですよ、正直言って。ただまあミニカーとしてはまあ許せる範囲かなっていうぐらいで、まあ実際実車であっても、まあ展示したりとかね、ちょっとの間こう走るぐらいだったらまあいいかなっていうぐらいなんですよ。ちゃんとしかも舗装された道路のぐらいですよ。だからそういうとこぐらいにちょっとイベントとかに走るっていうぐらいだったらまあいいかなっていうぐらいなんで、まあこういう車もいいんじゃないかなっていうふうにまあ思いますね。ただこれで長距離走るとかはね、それはちょっと考えられないですけども、まあなかなかこういうふうな、でも結構このアソートの感じはこういう感じで結構良い感じでね、ちょっとこう悪っぽく出してるっていうか、まあそういったのがあってね、昔は本当にこういう車に金かけることが美徳だなんて思って、言われてた時代でしたからね。でも今はそういうふうな、車にあんまり改造して金かけるって人は昔に比べてあんまり数が少なくなりましたけども、まあこういった時代がある意味一つの時代としてあったということですね。でもこれはこれで非常にかっこいいですよ。こうやって前のリトラブルライトだし、これも後ろのホワイトっていうのも真っ白でね、なかなかいい色してるなというふうに思います。どうもありがとうございました。